傀儡政権とは、ある領域を統治し、名目上は、独立しているが、実態では事実上の支配者である外部の政権、国家によって、管理、統制、指揮されている政権を指す。内政も外交も、自己決定権が完全ではなく、支配者の利益のために捜査、命令され統治される。傀儡国家とも呼ばれる。傀儡という語は、操り人形を意味し、転じて、 影にいるものに利用されているものを指す。形式的な意思名目上は、独立国家でありながら、その政府が自国民の利益や意思、願望に従って、統治を行うのではなく、むしろ他の特定の強国の意思に従って行動する。場合、その政権を一般に、傀儡政権、傀儡国家と呼んでいる。すなわち、傀儡政権とは、実際の支配者の操り人形であり、 他国の意のままに操られている政権のことである。形式的には独立しているが、実質的には植民地同様の地位にある反植民地や占領下に、ある国家に植民地支配や侵略、占領をカムフラージュするために樹立される。支配国内し占領国の意思は、その地域の住民の中の協力者に政権を作らせ、傀儡政権を通じて、 間接的に表現されるので、植民地的支配や侵略はしばしば偽装され、あるいは一見緩和され、また、独立性の外観を保つことによって、国際世論やその地域の住民感情に対して、カムフラージュ効果を持つ。例としては、満州事変後に樹立した、満州国政府、紀東防教自治政府、猛古連合自治政府、 王朝名を主犯とする南京国民政府、太平洋戦争中に日本帝国が占領したビルマ、インドネシア、フィリピンなど、東南アジア各地で樹立した政府などがその例である。また、第二次世界大戦中にナチスドイツが占領地ビシーに建てた、フランスのビシー政権、ノルウェーでのビド君首スリングによる政権などが例として挙げられる。 第二次大戦後にあっては、旧フランス植民地であったベトナムの独立を阻止するため、フランスが樹立したバオダイによるサイゴン政権、1954年のジュネーブ協定以降アメリカ合衆国が南ベトナムに対する支配を維持するために樹立したゴディン・ディエム政権などが挙げられる。国家が別の国家を区別として擁立する目的には、 統治の安定や大義名分の確保など様々なものがあるが、いずれにせよ支配国家の利益が目的とされる。傀来国の従属の度合いは様々であり、支配国の要求を拒否することや、時に独自性を強めて傀来状態から脱することもある。ヨーロッパ市においては国家の保護関係が利用され、条約によって保護国とされた国が実質的には、 傀来政権となることも多かった。実態として、傀来政権ではない政権でも、その政権に批判的なものが、非難や、球団や、部別の感情を込めた主観的なレッテルを貼る、プロパガンダとして、傀来政権と表現することもある。例えば、一つの国家を分断して、複数の政権が成立した場合、互いの政権は、相手の政権を、 その後ろ盾となっている外国の傀儡政権と非難し合う。すでに消滅した政権については、歴史的に評価が定まり、やはり外国の支配下に置かれていたと判断され、傀儡政権との評価が広く受け入れられることも、たびたびある。しかし、ある政権が傀儡政権であるかどうかを評価することには、価値判断が伴うことも多く、 しばしば過去の歴史の評価をめぐる論争の種となることもある。フランス帝国と傀儡政権1909年当時のイギリス領、インド帝国。イギリスによる直接統治下に置かれた地域はピンク、反王国、保護国は黄色で示されている。以下に示すのは世界の地域別に分別した傀儡政権。 傀儡国家とみなされることがある政権の一覧である。中国史においては、作法と呼ばれる、他国の王皇帝などの上位者が承認する体制が行われている。ただし多くは、名目的なものであり、実質的な作法国内への支配意見を持っていた、例は少ない。中国史朝鮮半島、第二次世界大戦前、中に、数軸国の影響権にあった。 政権ソビエト連邦勢力圏内にあった国々、インドシナ戦争いずれもベトナム南部に設立された。その他のアジアフランス革命期、ナポレオン戦争中に、フランスの勢力圏内にあった国々、ブレストリトフスク条約により成立し、第一次世界大戦終結まで、ドイツ帝国の勢力圏内にあった国々第二次世界大戦中に、 数軸国の勢力圏内にあった国々、イタリアが降伏した1943年9月以降はドイツによる支配へと切り替えられた第二次世界大戦後から冷戦終結までソビエト連邦勢力圏内にあった国々ソビエト連邦崩壊後に成立した国々その他のヨーロッパ。ありがとうございます。